久保さん、今回はオンラインサロンは宗教。オンラインサロンは宗教にしておきましょうか。あの、うさんくさいとかね。いまだにオンラインサロンうさんくさいとかね、宗教だとかね、見言ってる人がいると思うんですね。うん、おっしゃる通りです。<laughs> 宗教でいいんじゃないですか。え宗教、逆に言うと宗教ってなんで悪いんですかね。逆に、逆にね、逆に。 なんで宗教は悪いんですかねなんで悪いもん、悪いのに国はその宗教法人とかなんか認めてるじゃないですか。宗教法人って確か認めてますよね。どうなんですか、えー、もしダメだったらイスラム教、イエス・キリスト教全部排除じゃないですか、世の中から。え、なんで排除されてないんですかそれが、じゃキリスト教って何千年の歴史ですか えそれ悪いものが何千年も続くんすか <laughs> そもそも。僕は宗教はいいものだと思いますよ。うん。ただし、そのん、なんだろうな。僕が、その、しゅ、まあ、エホバの商人、このね、億万長者合宿のやり取りが始まったのは、エホバの商人さんがきっかけなんですよ。エホバの商、懐かしいですね。エホバの商人さんに、僕は、あの、 あのいろんなご招待いただきましてホテルとか泊まらせてもらったりとかねでそのエホバの商人さんに僕はメッセージを送って動画のメッセージ入れた送って、まあ、それに久保さんが反応してからのこのやり取りが始まったんですけど僕はそのなんだろうなうん,なんかねこれが絶対みたいなイエス様絶対みたいなのがあんま好きじゃないっていうねでも好きな人は好きじゃないですか例えばうんジャニーズの嵐の相場くんめっちゃ好き いいじゃないですか。それがキリスイエス様なのか、相葉君なのか、エガちゃんなのか、別に人それぞれなんでいい,い,いんじゃないですか。僕は、まあそあ、そんなにイエスさん好きじゃねえな、みたいな、それだけなんで、うんただなんかその、勧誘する人ですよね。これが絶対、イエス様は絶対、みたいな感じで、まあ、やってくるので、まあ、ちょっと、相葉君、なんだ相葉君じゃないのみたいなね。 なんで二宮くんじゃないのって言われても、うーん、みたいになるじゃないですか。だかあれがなければいいんじゃないですか。だから自由じゃないですか。ね、ジャニーズの何推しなのか、AKB の何推しなのか別に人の自由じゃないですか。それがたまたまイエスさんっていうね。だそれだけなので。<laughs> それ好きな人っていませんえ、じゃあ何結婚するときに女性、女性一番です。え、それいけないことですか <laughs> なんかね、その宗教に対しての、な,なんか、悪だみたいなね。別に、人それぞれ誰が好きとかいいんじゃないですかね、それはそれで。うんだから、オンラインサロンに関しても、お金払っても、そこにいたいと思う人がいるわけじゃないですか。お金払っても、そのラーメンが食いたいと思う人がその中にいるわけじゃないですか。ね。まあ、このお寿司屋さん、うまいねんと。金払ってまであの行きたいねんと。 そこの寿司屋のどこがうまいのいや、俺はここが好きやねんって別にいいじゃないですか。どこにお金を落とそうか別にその人は自由ですよねど。ど、どうなんですかねそこら辺は。なんかそもそもオンラインサロンは宗教だ。いや、そもそも宗教はなんで悪いんですかっていう概念ですよね。オンラインサロンがいいか悪いかではなく、そもそも宗教はなぜ悪いんですかっていう概念ですよね。久保さん、これどうですかねう <laughs> なんかね、キングオブ西野さんがね、未だにずっと言ってるんですよね。 あのオンラインサロンは宗教だって言われてましたみたいなね。まあ、未だに言われてる、言ってる人もいるでしょうけど。じゃあ、そもそも宗教って悪いことなのかっていう。僕は別にいいんじゃないですか別に。うん、いいものだと思いますよ。人は何か信じれる道しるべっていうのがないと、生き,生きづらいですからね。うん。だから、この前の、ね、映画見た時にね、あの、ちょっと映画のタイトル忘れたんですけど、その、人類が、あの、もう、 破滅したみたいな感じの物語破滅してそのなんか焼けちゃって焼け野原になってっていうねでそれで昔あったものを集めて昔のものに価値があるみたいななんかその黒人があの黒人がそのまあなんだ主役なんですけど結局その,その人盲目だったんですよねであのなんか本を集めてる人がいて悪者がねでこの本さえあれば 世の中変えられるみたいな。で、その本っていうのが何かっていうと、う聖書なんですよね。で、その盲目の人がその聖書をよ持ってたんですよ。で、これ面白いんですかもう、まぁ、あ、だちょっと映画の名前忘れちゃったのあれなんですけど。で、それで、なんかその旅してるんですよ。で、その盲目の人がその聖書を持ってね、旅して、で、これは誰かに渡さないといけないっていう使命でね、で、誰に渡すかわからんけど、まあ一冊しかないみたいな。このように一冊しかない聖書みたいな感じなんですよね。もう全部なくなっちゃって。で、 悪者が、のこの聖書さえあれば、人々をね、こう、巻き込むなんか、一つにできるみたいなね。征服できるみたいなね。聖書を征服みたいなね。で、その、出会うわけですよね。お前聖書持ってるやんけん、みたいな。で、なんか、それでバトルが始まるんですけど。で,で、最終的にその悪者が勝つんですよね。一つずつとかとって。でねで、その <laughs>、 面白かったんですけど <laughs> よし、そのでその聖書がね、もうめちゃくちゃそのキーとかがガチガチになって、なんかこうガチャンみたいな感じなんですよ。で、ちょっと開けろみたいな。みんなでこうやって僕てやるわけですよ。で、バーンって開くわけですよ。開いたら、なんと展示みたいな。<laughs> 展示会みたいな。<laughs> 展示なのかみたいな、ね、読めねえみたいなね。で、 あのー、結局その人、その悪人はその展示読めなくて読めないっていうオチでで最終的にその旅してた黒人はねその伝えなければいけないっていうその場所を見つけて行き過ぎたわけですよでそこで、まあ、僕30年ぐらいそれを読み続けてたからもう頭の中に全部入ってるわけですよでその頭の中に入ってるやつをじゃあ今から言いますみたいな本は頭の中にあるとで <laughs> それでそのなんか書き起こしてで聖書みたいな現代聖書みたいなで本がこうなんかそこの博物館というか今までその人類はどうなってたのかとかねその歴史だったりとかその本を回収したりとかねまあ今から復興するみたいなうんそんな場所で本をね新しく作るみたいな,なんかそ,そんな映画だったんですけど何の話でしたっけまあとりあえずうーんまあ何でもいいんじゃないですか あなたの好き。あなたの好きを選べばいいんじゃないですかね。YouTube いっぱい動画あります。久保さんが好き。見てますよね。久保さんが好きだったら。ライブ放送もね、見てると思いますけど。<laughs> いいんじゃないですか。うん。ただなんだろうな。先ほども言った通り、これが絶対っていうのは、まああんま僕はよ、だからあんま好きになれないのがそこですよね。それは別にいいんだけども、 これ絶対みたいな。うん。なんかイエス様絶対ですみたいな。<laughs> うん。それを、まあ自分の中でとどめとくんだったらいいんですけど、それをなんか、押し付けるじゃないですけども、うん。まあそれはあんまりね、まあ共感させりづらいですよね。だって、嫌いな人を好きになれ言うてもね、なかなか難しいし。 嫌いじゃなくて、まあ普通だったとしても、普通を好きになれってうのは難しいだろうし。うんなんまあ、それは宗教の自由があるだろうし、イエスな、イスラム教、キリスト教、あと何でしたっけなんかいろんなやつありますよね。日本でもいろいろあると思うんですけど、自由にやってもらってもいいじゃないですか。うん。だから、久保教ですからね。久保哲郎教ですし、僕は吉谷拓郎教ですから。<laughs> 僕は自由に発信して、 で僕が好きって言ってくれる人に対してお金をいただくと。ね、久保さんも自由に発信して、俺が好きっていう、久保さんが好きっていう人に対してお金いただくと。それだけ、それが何がいけないんですかって、ね。だって、そのジャニーズとかすごいですよね。ボロ儲けですよね。あの、うちわとかね、1000円とかでしょ。タオルとか。わーみたいな。ね。すごいですよね、あのビジネスも。じゃあ、あれもすごい、すうよね。 あと AKB とかもすごい AKB 証拠とか言われてますけどあれもすごいと思いますけどねでもその人が楽しいからいいんじゃないですかうんだからその宗教について仏教だったり宗教について多分ねあのー、あんまその考えてないというかな,なんだろうな表面的に宗教イコール悪いみたいなただそれだけ なんかそこを深く考えてないんじゃないですかね。まあ、考える必要性もないかもしれないですけど。うん。まあ宗教について、ちょっとでも考えてみればいいんじゃないですかね。オンラインサロンは宗教だって言うんだったら、宗教は何なのかっていう。全部悪なのかと。多分宗教があることによって、人類がね、ある程度一つの道しるべでいけたっていう部分もありますからね。そう信じるな、何かを立てないといけないっていう。 うんだってそうじゃないですか。だって日本でも天皇っていうのがあるんですよ、一応。だから何か立てないと、そこになんか導きがないと動けないんですよ。一人一人がね、なんかあの自分のなんか信念とか,なんか志、ビジョン持ってるわけじゃないんですよ。全員がソフトバンクの孫正義ではないんですよ。わかります でも、孫正義さんみたいな人がいると、じゃあこうなりたいっていう風な感じでき、動きやすいじゃないですか。全員が孫正義さんだったら多分大丈夫です。全員が孫正義ではないと。わかります。だから、人尻のリーダー、リーダー王様だったり、そういうのが必要であるということでございますよ。はい。いってらっしゃい。